節足闘技場バグズロワイヤルでは、昆虫をはじめとする様々な節足動物が戦闘を行います。残酷な描写が含まれる可能性があるため、虫が苦手な方、動物の戦いが苦手な方は視聴をご遠慮ください。第2回頂点捕食者決定戦ライオット2開幕。オオカマキリ。東アジアとアメリカに分布し、本州では最大のカマキリ。体色は緑色と褐色の2種だが、後種はどちらも四褐色となる。同族である朝鮮カマキリとの違いは、大きさや羽の模様のほか、胸部の前脚の付け根部分に黄色い点があることが知られている。一つの卵から孵化した幼虫のうち、無事成虫になれるのは 2,3 匹しかいない。ヒシムネカレハカマキリ。東南アジアに生息するカレハカマキリ族の一種。その名の通り、胸部がひし形になっており、透明ではカレハと見分けがつかない。その擬態の完成度の高さから、カマキリ界一の名ハンターと呼ばれたこともあったが、皮肉にも非常に臆病な性格であるため、コオロギ相手でも逃げまとってしまうことがある。しかし、体の強度はカマキリ界でも上位に位置する。1回戦第1試合。赤コーナー、日本出身、俊英の魔剣士、オオカマキリ90mm バーサス、青コーナー、マレーシア、キャメロンハイランド出身、デュラハンリーパー、ヒシムネカレハカマキリ74mm。 レディファイト。1回戦第1試合、カマキリ対決。オオカマキリ早速食いついていく。そしてヒシムネカレハカマキリは呆然か。おっと、しかし反撃、首を掴んで首相撲か。さあ、ここは一旦離れます。さあ、オオカマキリまたしても掴んでいくが、ヒシムネがそれを許さない。触んなっていう感じでしょうかね。ピシッとカマを叩きつけて払いました。さあ、しかしオオカマキリはまだ食べたいんでしょうか。どうなんですかね。さあ、これは何がしたいんだ。オオカマキリは登りたいのか。そして、おっとおっと、なんだこれ、持ち上がって、おっと、ヒシムネが食いつきに行ったのかと思いましたが、そういうことでもない。何がしたいんでしょうか、両者。さあ、こっから、どう試合が動くのか。特に何もないのか。おっと、オオカマキリが急に、尻触ってんじゃねえって感じですかね。さあ、そして今度は、ヒシムネの方にまたオオカマキリが寄っていきます。さあ、どうなる？カマに捕まって、なんか手繋いでるみたいになってますが。さあ、おっと、ひっくり返った。さあ、どうだ？おっと？なんだ？単語か？両手を使い見合ってダンス。あ、いや、しかし、ヒシムネが食いつきに行く。そして、オオカマも食いつきに行く。さあ、オオカマが、いや、
噛みつきに行きましたが、ひしむねがまたしても離しましたね。パワーは互角なんでしょうか。さあ、おっと、今度はひしむねの方が大釜にくっついていく。仲がいいんだか悪いんだか。何がしたいんですかね。おっと、大釜より転びました。さあ、ひしむねは登りたい、登りたい。さあ、また大釜切りが近寄ってきました。近寄ってきて。どうすんだ？さあ、おっと、なんか、あっち行け、あっち行けっていう感じで、ちょっと、ひしむねの方は釣れないような様子なんでしょうか。さあ、大釜切りが上に登っていく。登っていくが、おっと、また、この変なダンスみたいな状態になって、もう釣れ込んで、オオカマキリが食いついていく？オオカマキリが食いついていくのか？さあ、しかし、いや、ひしむねもこれ噛みついているのか？ひしむね、カマを離しません。そして噛みついていく。おっと！ひしむねが今、オオカマキリを押さえたかと思ったんですが、そういうわけでもない。さあ、これはどうだ？いや、ひしむねやっぱり押さえ、いや。さあ、また、オオカマキリが撃ってきました。どんだけ好きなんでしょうか、オオカマキリ。さあ、締めのことが大好き。おっと！しかし、抑え込んだ！急に戦い始めました。さあ、食べちゃいたいほど好きなのか、オオカマキリ。七胸からハカマキリ。さあ、首じゃないや、胸の根元のところを噛まれていて、これではカマが届かないぞ、七胸からハカマキリ。オオカマキリの騙し打ちが炸裂。七胸枯れ袴切り戦闘不能により大釜切りの KO 勝ち。アラビロカマキリ、日本から中国まで東アジア全域で見られるカマキリ。地域によって大きさや細かい模様に変化が現れる。他のカマキリとの見分け方は、カマの付け根に黄色い突起物があること、胸の付け根に黒い縞模様があること、羽に白い点があることなどが挙げられる。10年ほど前、YouTube にオオカマキリを捕食している場面とされる映像が公開され、一時期日本最強カマキリとの呼び声も高かった。トウモンオオサシガメ、中央アフリカに生息する大型のサシガメ。シロモン、ベニモンと並んでサシガメ御三家と呼ばれることもあるが、本種だけは正種名が不明である。獲物に忍び寄り、飛びかかって消化液を注入する様から、アサシンバグの異名を取る。一方で仲間同士では殺し合わず、むしろ幼虫は協力し合って大きな獲物を捕まえることもある。1回戦第2試合、赤コーナー、日本出身、鉄腕の修道兵、ハラビロカマキリ64ミリ、バーサス青コーナー、タンザニア出身、先鋭の暗記使い、トウモンオオサシガメ29ミリ、レディーファイト。第2試合はトウモンオオサシガメ VS ハラビロカマキリ。トウモンオオサシガメ前回素晴らしい狩りを見せました。今回はどうなんだ。しかしでかいぞ。おっと、しかし一気におすごい、おーすごい。さあ、ぐるぐるハラビロカマキリ回って応戦しますが離さない。さあ、そしてカマもギリギリ届かないぞ。おー、すげえ、マジか。さあ、そしてもう足が丸まってしまいました。なんという毒の強さ、毒というか消化酵素なんでしょうか、この強さ。さあ、ハラビロカマキリ真っ黒な口を大きく広げて、もがき苦しむように鎌を振るいますが、もう下半身は完全に麻痺している。どうしようもない、これは。おっと、もう力がなくなってきた。トウモンオオサシガメ、圧倒的に強い。ハラビロカマキリの戦闘不能により、トウモンオオサシガメ KO 勝ち。トビズムカデ、日本全域に生息するポピュラーなオオムカデ。名前の通り、頭部が飛び色で、足の色は個体により黄色から赤まで様々に変化する。本種の足が赤い個体を赤ズムカデとして記載している場合があるが、赤ズムカデは中国に生息する別種であるため誤りである。マレーキャンサースコーピオン、マレーシアに生息する大型のチャグロサソリ。アジアンフォレストスコーピオンと酷似するが、毒針が赤色であることから見分けることができる。
またハサミが他のチャゴラサソリより長く伸び、表面に凹凸が少ないのも特徴。おとなしい性格で自分から襲いかかることはあまりしない。1回戦第3試合、赤コーナー、日本本州出身、飛び色の殺戮特急、飛びずむかで106ミリ、バーサス青コーナー、マレーシア出身、黒金の巨怪武神、マレーキャンサースコーピオン90ミリ、レディファイト。1回戦第3試合、飛びずむかで VS、マレーキャンサースコーピオン。さあ飛びずむかでは前回準優勝です。さあ青ズがね、前回負けてますから、なんとかここは勝ちたい飛びずむかで。さあ一方マレーキャンサー、おっと、さあこれは両者やる気満々、飛びずむ噛みつけばマレーキャンサーも挟む。さあこれはどっちの毒が強いんだ、毒虫対決であります。さあマレーキャンサー、マレーキャンサーはね今回初登場で、イーシュ格闘技トーナメントは準優勝。さあ準優勝対決です。飛びずむかで後ろを回って、おっと、下に入るのか、いや、下には入らない。青ズムカデよりも凶暴なんでしょうか、飛びズムカデ。マレーキャンサースコーピオンっていうのはね、普通のチャグロサソリと見分けるところはですね、まずハサミがツルツルしてるところ。もう一つがですね、尻尾の毒針が赤いところなんですよね。さあ、おっと。で、飛びズムカデもね、頭が真っ赤なんで、これは赤いもの対決でもあるんでしょうか。ちょっと、こじつけすぎか。さあ、後ろに回っていた飛びずむかで。しかし、この体落としをかわしていくマレーキャンサー。さあ、飛びずが、後ろから回ってきた。さあ、しかし、マレーキャンサーはそれをさばいて、ハサミを使って捕獲しようというところを、しかし飛びずむかでかわしました。さあ、今度は、体落とし。さあ、後ろから一気に来た。おっと、さあ、今、飛びずむかでが噛みつこうとしたんですが、それに合わせてカウンターで毒針ちょっと今入りましたかね。腹に食らったような気もしますが、飛びずむかで。さあ、下から出てきたが、頭を挟まれた。さあ、しかし、怒り狂う飛びずむかで。さあ、そしてまた落ちてきたが、おっと、また刺したか。マリーキャンサー意外に素早いです。尻尾の動きがこの図体に見合わず。早い。無知のようにしなって飛びずむかでに毒を刺そうというところは刺さってるのかどうかはわかりませんが。さあ、飛びずむかでがまた近寄っていく。正面はちょっと危ない気がしますけど、どうなんでしょうね。飛びずとしては後ろからお腹とかに噛みつければ、いいのかなというところですが。あっと、これちょっと触覚がなんか変な感じになってますね。さっき頭挟まれた時に触覚がちょっと麻痺したんでしょうか。さあ、ダメージが目に見えて現れてしまっている飛びずむかで。今度は正面に行って。どうだ？おっと。さあ、しかし、挟もうとしたところはなんとか抜けました、飛びずむかで。さあ、ここは、おっと、下に来た。さあ、これはちょっとやる気のある動きか、飛びずむかで。おっと、今はちょっとやばかったんじゃないか。この壁と挟み込むようにして毒針をねじ込んでいきました、マレーキャンサースコーピオン。さあ、この、見た目に見合わずですね、こう、ちょっと挟んだりとか、ちょっと刺したりとか、こういうこう、ちょこちょこっとしたダメージで攻めていくマレーキャンサースコーピオン。チャグロサソリっていうのはね、そもそもあんまり凶暴な虫ではないんですよね。なんでこう、こんな感じでちょこちょこっとこう挟んでっていうような戦い方になるんでしょうか。さあ、こっから。おっと、頭をがっちりロックして、マレーキャンサーがさ、もう一回、おっと、しかし今危なかったですね、これ。もう片方のハサミでもし胴体掴まれてたら、もう毒針も打ち込まれていったかもしれません。さあ、それをなんとかね、尻尾で防ぎました。
トビズムカデ。さあ。トビズムカデ、ちょっと大丈夫か今動き。あ、でも、大丈夫なのかな、なんかちょっと動きが挟まれてから、若干鈍くなったというか、変な動きになったような気がします。さあ、トビズムカデ、こっから逆転はあるんでしょうか。日本代表としてね、頑張ってほしいところではありますが。さあ、どうなる。さあ、後ろに回っていくのはいい動きだが、さあ、しかし、裁かれてしまう。そう簡単に後ろに取らせない。そして距離を取るマリーキャンサー。うまいですね。なんかこう、技巧派なんでしょうか、マリーキャンサーっていうのは。さあ、おっと、しかし、噛みついていったが、そこはハサミだ。硬すぎる。さすがに牙今のは通ってないでしょう。しかし、噛みつきに行く気力はまだ残っているんですね。さあ、おっと、正面に噛みつきに行くが、またしても頭。そして、おっと、今打ち抜かれたか？今ね、マレーキャンサーの頭の部分、またしても硬いところに噛みついていったんですが、それにカウンターでマレーキャンサーが今、喉元に針をビシッてやってきたんですけど、これは打ち抜かれたか？トビズムカデ。しかし、おっと、噛みつき肉が、いやー、やっぱり挟まれてしまう、カウンターが重い。トビズムカデ、攻めないと勝てないんだけど、攻めると硬いし、反撃も食らうしということで、依然主導権を握っているのはマレーキャンサー。さあ、どう出る？横から挟みに行くマレーキャンサー。だが、トビズムカデ、おっと、さあ、ハサミの関節に噛みついたが、またしてもカウンターで毒針を食らってしまう。しかし、これはなかなか、いいんじゃないか。しかし、いっぱい針をもらってしまう。おっと、また食らったか、横っ腹。ハサミの関節に噛みつくっていうのはね、なかなかいいとは思うんですが。さあ、しかし、やる気はあるが、ハサミをまた噛んでしまう。それじゃ効かないぞ。そして、マレーキャンサー、噛まれた方のハサミも大丈夫なようだ。硬いなぁ。さあ、おっと、ハサミの関節に行っても、おっと、今大丈夫か？今、刺さったままこう、ブランってなりましたよね、喉元に。今のちょっと効いたんじゃないか、トビズムカデ。おっと、今度は、またし頭を掴まれてしまう。おっ、噛みついてるが。硬いなぁ。トビズムカデ、ちょっと動きが鈍ってきたぞ。厳しいか、トビズムカデ。マレーキャンサーね、パプキン相手には防戦一方でしたが、やはりこの手のソフトインセクトには本当に強いですね。さあ、なんとか。なんとかならないのか、トビズムカデ。おっと、あ、頭のところの足をね、今、挟まれました。厳しい。厳しい。さあ、寄ってってもね、挟まれちゃうんで。さあ、どうだ？おっと。おっと、しかし噛みついてるけど、硬いんだよな、そこは。硬い。さあ、ハサミと尻尾の二段構え。物理的、科学的、両方ともでトビズムカデを苦しめます、マレーキャンサー。おっと、変な動きをしているぞ。さあ、トビズ後ろに回ったが、いや、もうこれは繊維ないのか、トビズムカデ。ゆらゆらと。もう、最初のスピードは見る影もない、トビズムカデがさまよっています。逃げ場所を探しているんでしょうか、トビズムカデ。さーっと挟まれて。いやー、これはきついか。おっと、触覚。さあ、そして今度は頭。お、大丈夫か、飛びつむかで動かなくなってしまいました。動きません、飛びつむかで。さあ、勝ち誇ったようにハサミを上げて、マレーキャンサースコーピオン。おっと、動いてはいるが、おっと、噛みついた！まだやる気ある飛びつむかで。さあ、しかし、おっと、頭を、あー、やばい。今のはやばい。のた打ち回ってます、トビズムカデ。
いや、今のはちょっと聞いたでしょう。首根っこ、そして頭両方ぐちゃっと挟まれましたから。トビズムカで、もうなんか上半身もちょっと動きおかしいですね。上半身っていうか、この首元っていうんですかね。首ではないんでしょうけど。さあ、そしてこの呪い動きで動いているせいでまた捕まる。厳しいトビズムカで。ああ、もうこれちょっと変な感じになってますね。足がちょっと麻痺してるというか、やっぱり毒ももらってたんですね、何発か。きっと。さあ、おっと、力尽きたか？ぐったりしてしまいました、トビズムカで。全く動きません。触覚の先がプルプルしてるだけだ。マリーキャンサースコーピオン、完封勝利。トビズムカで戦闘不能により、マレーキャンサーの KO 勝ち。ヒヨケムシ、世界三大寄虫の一角。世界各地に生息し、日の当たる場所を避けて行動することからヒヨケムシと呼ばれる。節足動物としては珍しく、縦に開閉する口を持つ。また、触手の先端が吸盤になっており、獲物を捕まえる際に使用する。その奇怪な姿から現地では様々な迷信があり、その一つであるラクダの内臓を食べるというものにちなんで、海外ではラクダグモと呼ばれることがある。12スポットプレデタービートル、アフリカに生息する肉食甲虫。非常に機敏に走り回り、体液の匂いに反応して襲いかかる。オサモドキゴミムシと呼ばれるゴミムシの一種を総称してプレデタービートルという。プレデタービートルは体の模様が種によって異なり、本種は白い斑紋が特徴。またアリを襲ってその蟻酸を体内に取り入れる習性があり、身の危険を感じると相手に向かって噴射する。そのため他の動物から襲われにくく、トカゲの一種にはプレデタービートルに擬態するものもいる。1回戦第4試合、赤コーナー、エジプト出身、白骨の猟犬、ヒヨケムシ50ミリバーサス、青コーナー、エジプト出身、荒野のパンダヒーロー、12スポットプレデタービートル30ミリレディファイト。1回戦ラスト、エジプト対決、12スポットプレデタービートルバーサスヒヨケムシの一戦です。さあ、ヒヨケムシはね、シーズン2の最初の試合でジョローグも倒しております。一方で、このプレデタービートルは初参戦。さあ、ヒヨケムシ、距離を取りながら隙を狙っていく。さあ、そして、速い！プレデタービートルめちゃくちゃ動きが速い。さあ、そして、どうだ？噛みつくと、おっと噛みついた！噛みついたが、しかし離れた。プレデタービートル、この一瞬のね、髪、この口を咀嚼するときに口を開ける瞬間に逃げました。早いですね。そして噛まれてますけど、まだそんなにダメージがあるような感じはありません。早いです。動きが早いし、体も硬い。さあ、ヒヨケムシ、この攻撃が通じるのか、おっと。さあ、この早い動きに翻弄されております、ヒヨケムシ。さあ、プレデタービートルが、おっと。噛みつきに行きましたが、しかし、ヒヨケムシもスピードでは負けていない。回り込んで、前を向いて、その大きなダブルラッキョウとも言われるね、その大きな牙を向けていきました。さあ、正面向いた、どうだ、おっと。少し下がるのはヒヨケムシ。そして、おっと、前に出たが、捕まえたが、いや、早い。早くてヒヨケムシ捕捉できません。さあ、おっと、しかし、捕まえた。さあ、そして、2撃目、3撃目。さあ、おっと、これ、刻んでいく。さあ、しかし、硬いから、まだ、そんなには効いてないんでしょうか。さあ、プレデタービートル、しかし、ちょっと、びっくりしたんでしょうか。走り回っております。それともちょっと効いたんでしょうかね。悶絶しているのか。さあ、プレデタービートルっていうのはですね、オサモドキゴミムシっていう虫の仲間なんですよね。で、半妙みたいな感じなんですけど、半妙はね、タイガービートル。で、このオサモドキゴミムシっていうのがプレデタービートルっていうふうに言われてます。さあ、どうだ？おっと、捕まったが、しかし、なんとか離れました。さあ、プレデタービートル。今のところね、プレデターの動きは見せていませんが、どうする？おっと、捕まったか？いや、しかし、また脱出。
ヒユキムシもちょっと困惑してますかね。なんで捕まえられないんだろうっていう感じなんでしょうか。さあ、そして、でもね、近寄ってはいくんで、攻撃はしようとしてるんですかね。さあ、しかし、また捕まった！さあ、足の、この付け根の部分を捕まっています。が、抜けたか。すり抜けたみたいですが、ヒヨキムシはまだもぐもぐしてます。硬いのでね、ヒヨキムシも、いまいち食べる気にはならないでしょうか。しかしね、近寄っていくと、ヒヨキムシも襲いかかっていきます。さあ、牙を開いて、襲いかかっていく準備をしています。さあ、どうだ。走って追いかけて追い詰めたぞ。さあ、おっと、捕まえた！この瞬足部分の足に狙いをされましたヒヨキムシ。おっと、捕まって、これは動きが封じられてしまったぞ、プレデタービートル。さあ、ちょっと放心状態か、完全に動きが止まりました、プレデタービートル。捕まってしまって、これでは動いたらさらにやられてしまうということなんでしょうか。ヒヨキムシ、一瞬の隙をついて、プレデタービートルを捕獲。強い！キャメルクラッシュにより、プレデタービートル身動き取れず、ヒヨキムシの KO 勝ち。2回戦第1試合、赤コーナー日本出身、新鋭の魔剣士オオカマキリ90mm バーサス、青コーナータンザニア出身、先鋭の暗記使い、東門大差し亀29mm レディファイト。2回戦に突入、オオカマキリバーサス東門大差し亀。さあ、これまでね、あまたもの体格差を覆してきた東門大差し亀ですが、今回はちょっとでかすぎんじゃないか。大丈夫か東門大差し亀。さあ、オオカマキリの方はもう認識してがっちりロックオン。さあ、一回戦、腹広カマキリを破って勝ち上がってきました、東門差し亀。対するオカマキリは一回戦、石胸枯葉カマキリを倒して勝ち上がってきました。さあ、おっと！しかし、ここはなんとか、回避、東門差し亀。さあ、しかし、まだ狙っています。逃げ決めが来るぞ。なんとか、しないと。東門差し亀。オカマキリ狙ってます。しかしね、捕まってもまだ、消化酵素があるんで、一回ね、金吉のビニモモサシガメ、それで目玉枯れ墓間切りに、捕まった後消化酵素を打ち込んで、ダブルノックアウトまでね、持ち込んでますから。さあ、しかし、おっと捕まってしまった！そしてすぐさま食いつくオオカマキリ、もがく逃亡モサシガメだが、どうだ？これは、消化酵素の方は、どうだ？針が刺さってるかどうかですね。さあ、しかし、逃亡モサシガメ、おっと、これは持ち上げられてしまった。でもこれ離さないのを見ると入ってないんですかね。うまいこと掴んだのかオオカマキリ。いや、本当にいいとこ掴んでるぞオオカマキリ。この差し紙のくちばしというか、この興奮って言うんですけど、ここの部分が長いことを利用して、その奥の方に鎌をやることによって逆に届かない、口元に近すぎて興奮が届かないということなんでしょうか。オオカマキリ。おっと、これは決勝進出か、オオカマキリ、久しぶりの。さあ、東門大差し亀もなんとかここを脱しようと、もがいていますが、ちょっと動きがなくなってきたぞ。胸のあたり、がっつり風穴が開いてしまっている、東門大差し亀。さすがにこの体格差は厳しかったか。オオカマキリ、二大タイトル制覇なるか？頂点捕食者へ向けて、二回戦を突破。東門大差し亀、戦闘不能により、オオカマキリの KO 勝ち。二回戦、第二試合。赤コーナー。マレーシア出身、黒金の巨怪武神、マレーキャンサースコーピオン90ミリバーサス
エジプト出身、白骨の猟犬、ヒヨケムシ50ミリ、レディファイト。さあ2回戦第2試合はヒヨケムシ VS マレーキャンサー。なんとヒヨケムシいきなり噛みついていった。さあ毒針を今使いましたマレーキャンサー。しかし、いや、ヒヨケムシ全然効いてないのか。さあ口をもごもごさせて食い足りねえぞというところ。さあまたハサミに噛みついていく。ヒヨケムシマジか。サソリにも容赦なく必殺キャメルクラッシュを次々と放っていきます。さあお腹が空いているヒヨケムシ、マレーキャンサーの方はちょっと警戒しているんでしょうか。さあヒヨケムシがハサミにまた噛みつこうというところ。さあ今度は地面に噛みついてますね。もう何でもかんでも噛みつく。さあちょっとマレーキャンサーの方はタジタジなんでしょうか。ヒヨケムシのこのあまりの凶暴さにマレーキャンサーの方がちょっと引き気味か。さあヒヨケムシ今度は後ろに回って何をどこを噛もうというのかというか、もうどこを噛むっていうか、もう目の前にあるもの何でも噛むという感じなんでしょうか、ヒヨケムシ。さあ、おっと、足に噛みついた。しかし、ここはすぐ離しました、ヒヨケムシ。さあ、こっから、いや、また噛みに行くのか。さあ、おっと、今、おお、なんとか、マレーキャンサー逃げましたが、ヒヨケムシ、今、食べようとしましたね。口をもごもごさせて。さあ、ヒヨケムシ、おっと、今度はハサミの節のところに食いついていく。さあ、しかしここはハサミを使って引き剥がしました。マレーキャンサーも応戦はしていますが、先ほどよりもちょっと逃げが入ってるような気がします。マレーキャンサースコーピオン。効いてるんですかね、ヒヨケムシの噛みつきが。さあ、また後ろから。ヒヨケムシ、もうなんか、もう、やたらめったら噛みついてます。マレーキャンサー、1回戦の鋭い反撃はどうしたんでしょうか。ヒヨケムシの、さあ、また襲いようというのか、ヒヨケムシ。しかし、ここはなんか危険を察知したんでしょうか。噛みつくことはありませんでしたが。おっと、完全に背を向けて、これは、マレーキャンサー、戦意喪失逃げました。ヒヨケムシ、まさかまさかの、マレーキャンサーを倒し、決勝進出。マレーキャンサーの戦意喪失により、ヒヨケムシの優勢勝ち。決勝戦。赤コーナー、日本出身、新鋭の魔剣士、オオカマキリ90ミリ、バーサス青コーナー、エジプト出身、白骨の猟犬、ヒヨケムシ50ミリ、レディファイト。さあ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 、決勝戦でございます。ヒヨケムシ VS オオカマキリ、因縁の対決。オオカマキリ一回も勝ってませんからね、この対決今まで。世界最強虫王決定戦というね、DVD でこの戦い2回やってるんですが、両方ともヒヨケムシの圧勝ということで。さあ、おっと、さあ早速もうヒヨケムシ食ってやろうかという感じでしょうか。さあ襲いかかっていくオオカマキリの方は前に来たようです。さあしかし、来たら食べるぞっていう感じなんでしょうかね。腕を大きく広げて、ヒヨケムシ威嚇のポーズ。おっと、オオカマキリもさすがに警戒しているのか。いや、これを食べようとしているのか。羽を広げているオオカマキリ。さあ威嚇。両者威嚇し合っております。両方とも凶暴な捕食者同士、間合いを詰めすぎればやられてしまいます。さあ、どう出る？オオカマキリ。これは餌としてではなく敵と認識したんでしょうか。羽を広げて威嚇のポーズです。さあ、体を揺すって、フェイントをかけているのか、オオカマキリ。
ヒヨケムシの方も少し離れたところから様子を伺っています。さあ、オオカマキリは1回戦、ヒシムネ2回戦、トウモウサシガメを倒しています。ヒヨケムシは1回戦、12スポットプレデタービートル、2回戦、マレーキャンサーを下しての決勝でございます。さあ、オオカマキリ、2冠なるか、エジ格闘技とライオット2冠なるんでしょうか、オオカマキリ。さあ、体を揺すって、慎重にヒヨケムシの出方を見ている。さあ、なかなか動きません。なかなか両者、動かない。ちょっと僕の腕が限界を迎えそうですが。カメラを持つ僕の腕は大丈夫なのか？さあ、おっと、しかし、おっと、ヒヨケムシが一気に襲いかかりに行く。オオカマキリがちょっと気を抜いた瞬間にヒヨケムシ、襲いかかりに行きました。さあ、両者再び警戒態勢。どう出る？さあ、おっと、ヒヨケムシが一気に襲いかかったが、逆にオオカマキリが捉えた。さあ、しかし、ヒヨケムシ吸盤を使ってオオカマキリの顔面を押さえる。オオカマキリ掴んではいるが噛めない。どうするオオカマキリ。さあ、どうだ？いや、しかし、離した。外したがまた捕まった。この吸盤相当威力がありますが。さあ、おっと、なんとオオカマキリ捕まったままこの吸盤を食いちぎろうというところ。さあ、口を動かして届くか？おっと、しかし外した。外しましたが、さあ、また捕まりましたが、しかし反対側の吸盤を今、食いちぎった。さあ、反対側を食いちぎりました。さあ、しかしまだ片方は生きている。この遠ざけるようにして、目玉に吸盤を吸い付けて、押していく。さあ、しかし、オオカマキリさすがに、一本ではオオカマキリを押さえることはできません。一気に距離を詰めていく。さあ、そして、牙と牙の噛み合い。さあ、これはどうなるんでしょうか。さあ、しかし、オオカマキリ、牙と牙では分が悪いと踏んだが、横から噛みついていく。さあ、ヒヨケムシのこの牙は、そこまでね、こう、稼働はしませんから、横には動かないので、このヒヨケムシの牙に噛まれないように、横から噛みついていく。さあ、オオカマキリ。さあ、そして今度は向こう側にも行きます。さあ、正面切っての戦いはやはり、オオカマキリ望むところではない。横から少しずつ、ヒヨケムシを削っていこうというところ。さあ、ヒヨケムシなんとかこれを出したいが、オオカマキリが完全にこれを抑えている。厳しいヒヨケムシ。さあ、横から、オオカマキリが、噛んでいく。ヒヨケムシ絶体絶命どうする？さあ、牙を大きく開いてはいますが、やはり横から噛まれてしまう。いや、ヒヨケムシ苦しい。これは、万事休すか、ヒヨケムシ。さあ、触手の吸盤も封じられ、牙も封じられ、もうどうしようもないのか、ヒヨケムシ。さあ、オオカマキリが無情にも食い破っていきます。さあ、ヒヨケムシ絶叫しているように思います。この口を大きく開けてはいますが、オオカマキリには届かない。横から着実にむさぼり食っていくオオカマキリ。ヒヨケムシ厳しい。いや、もう無理か？ヒヨケムシちょっともう無理か？オオカマキリ、宿敵を破り、トーナメント優勝。ヒヨケムシ戦闘不能により、オオカマキリの KO 勝ち。ライオット2優勝。オオカマキリ。